実はですね、僕らここ結構昔から知り合いですね、かつてあのなんとかの塔っていうのがあったんです。はい、皆さんこんにちは。参議院議員の音喜多駿です。今日のブログもスタートしていきたいと思います。今日はですね、なんと那須塩原市にお邪魔をしておりまして、那須塩原市長の渡辺道太郎さんにインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。那須塩原市の市長の渡辺です。ああ、渡辺道太郎さん、実はですね、僕らここ結構昔から知り合いですね。かつてあのなんとかの塔っていうのがあったんですが、そこで渡辺道太郎さんは参議院議員をやられていて、僕は都議会議員なんですよね。あの当時青年局とかね、があって、そうやりましたね。結構一緒に視察行きましたよね。やりました。うん、あとニコニコ町会議でもやりましたよね。ニコ町やりました。ニコ町のあれ以来ですね。そうなんですよ。うん、で結構年代が近くて、道太郎さんが今38になったんですかね。38になる。僕は37になると思うし、あので一個違いで、まあ同世代ということでですね、いろんなつながりがあったんですが、私が参議院来て入れ替わるように渡辺道太郎さんは那須塩原市長に立候補されて、2年前の4月に初当選されたということですよね。はい、いかがですか、市長になられて1年。いやもうね、あの市長いろいろやってますけど、でもやっぱり国会議員の先生大変だと思いますよ。そうですか。なんかもう世間ではすごいね、なんかこうボーナス出てるとか給料もらってるとか言ってますけど、なんか首長に対してはそういうね、やっぱり首長大変ですよねとか、市長さん大変ですねとか言われるのに、なんか国会議員の先生も忙しいのに、なんか全然そのなんかこう苦労がなんか全然反映されてないんで、改めてなんか国会議員ってやっぱ大変だなと思いましたね。首長ってなんかやった分の実績見えるんで、あ、確かにまあね、予算もつけられますしね。そうなんですよ。やっぱり仕事してるんだよって、地元で仕事してますから、あ、首長今度は市長こういう事業ありがとうございますとか、こういうのすごくいいよとか言ってますけど、国会議員の人って何やってるかね、やっぱり一般人は分からないんで。そうですよね。まああれやりましたっても結局その予算本当にお前がつけたのかよみたいなところが見えないですからね。そしてまあその国会議員に一番厳しいのが我が社のファウンダーである橋本徹さんであったりするんですけども。橋本さんね、やっぱりちょっと国会議員ちょっと厳しいと思いますよ。でもあの市役所っていうかね、あのマネジメントすごく参考になる面もあるのかなというふうに思ったりするんですけど、ね。やっぱ橋本徹さんの本とか読んでると、うん、やっぱ橋本徹さんってまあパフォーマンスの部分はありますけど、でもやっぱりなんか職員とずっと向き合ってやってたんだなって。なんか外部の人にガチャガチャやらせるんじゃなくて、なんか職員をこう活用させてたと、職員やる気にさせて改革したっていうのはすごい分かりますし、あの非常に、ね、勉強になりますね。そう言っていただけてありがとうございます。そんな大阪で今都構想が、住民投票中ですので、ぜひあの皆さん賛成の呼びかけをお願いいたします。でですね、今日実はここに来た目的はですね、最近那須塩原市が独自の、まあ、観光政策というかですね、まあ、この新型コロナの、このコロナ禍の中でですね、まあ、対策を打ち出してまして、まあ、一部の入湯税を、少し引き上げて、その原資として、まあ、観光業の方々に PCR 検査するというですね、かなりユニークなというか、思い切った、まあ、政策を打ち出されたので、いやいやいや、もう本当に、ね、テレビで一時期は渡辺道太郎見ないじゃないぐらいワイドショーとかでも、まあ、あのネット上でもまあ、評価もあり、叩かれもありみたいな。まあ、この施策の改めて狙いであるとか、はい、この反響を受けてどうかということをお聞きしたいんですけども、あのちょっと背景だけ説明させてください。那須塩原って11万6千人いるんですけど、あの軽井沢さんとかみたいに、その町民とか市民の人が全員が観光業じゃないんですよ。大体多分多く見ても2千人ぐらいなんですね。でもだから実は6月に那須塩原市って、まあ、他の、ね、まだ自粛期間中に、あの市内限定でキャッシュバックキャンペーンやったんですよ。だから市民がお客さんになるんですね。なるほど。で初めてキャッシュバックキャンペーンで、なんかこう那須塩原市泊まったって人が実は 44% いて、半分近い人がだからお客さんになりうるんですよ。だからその最終手段としてやっぱり市民へのキャッシュバックで観光業を救ってありなんですね。だけど逆にやっぱりその一般市民からするとやっぱり GoTo キャンペーンが怖いと、やめさせろみたいな声がすごい多いんですよ。で陽性者が来ちゃうかもしれないみたいな。で一方で観光業としてはこれ GoTo、まあ、もちろん当然やりたいわけじゃないですか、死活問題ですからね。だから私はこの2つの両者の意見、一般市民、観光業以外の一般市民の声と観光業の声をやっぱり寄せなきゃなと思ったんですね。まあ、政治的じゃないの、対立したものをこうアウフヘーベンすることで、もう一つあるのがやっぱりそのコロナ禍において観光業って今例えばこうなんとなく陽性者が少ないから、その観光業やってもいいよとか、いや今あの陽性者たくさんいるから感染者多いから、なんか自粛してくれとか、なんか今ずっとこう予測不能なリスクがつきまとってるじゃないですか。だけどこう予測不能なリスクがずっとつきまってたらこれ、ね、やっぱりやっていけないと思うんで、僕はやっぱりこの予測不能なリスクを解放したいと。と思ったんで、あのこういう条件とこういう条件やってくれれば、もう事業やっていいよと、まあ、そういったある意味でこう最低条件をつけたいと思ったんです。ガイドラインみたいなものにしたいということですね。で、あの今回の狙いは
あの普通観光って観光客と観光事業者の関係じゃないですか、だけどコロナ禍においてはさっきも言ったの市民のキャッシュバックキャンペーンも含めて言うと、観光客、観光業、そして一般市民3者の理解が必要だと、理解というのがキーワードなんですね、なるほど。でもこれ、はい、まあ PCR 検査とかいう、まあ、手法に対してはいろんな賛否はあっても、はい、やっぱこうやることでこうやっぱ納得、少しずつ三方よしじゃないですけども、はい、まあ、納得感を醸成していくために、ね、今回この施策を考えられたということですね。で、この3者の理解を得るためには3つキーワードを出してまして、うん、1つが、まあ、安心安全、信頼なんですよ。信頼で、その信頼の中に PCR 検査の月1回の PCR、うん、それからココア、うん、接触アプリ、はいはい、あれを必ず導入してくれて、お客さんが来ても、まあ、スマホ持ってないよって人は身分証とか出して必ず万が一、ね、感染者出た場合たどれるようにしようと言ってて、まあ、見える化ですから、はい、こういうことはやってますよと、市民に対しては、まあ、うちの観光業は月1回やってるから大、まあ、大丈夫とある程度わかるでしょうと、で、あとよく言われたのが4月とかに言われたのが、こうなんかもうパニックになっちゃってね、みんな、はいはい、やっぱりこの街ももうなんか無症状者がうようよいるの違いませんよとかすごい意見言われたんですよ、はいはい、見えないじゃないですか、でも一番その産業的に観光業の方が外部の方だと接触するじゃないですか、です、ね、だから一番産業的にね、外の人と触れ合ってる人たちが全員陰性だったら市中感染とかないでしょうと、まあ、推測で推察できますよ、ある程度読めるんで、でもう二つ目が、まあ、ウェルネスっていう、まあ、やっぱり那須塩原って、東京に近いんで、はい、今までもコロナになる前も割とこう疲れた人がリフレッシュに来たって感じなんで、やっぱりここで感染対策を日本に取ることによってウェルネスブランドも上がるでしょうと、で3つ目が責任なんですよ、責任で、やっぱりその責任ある観光、レスポンシブルツーリズムって言われるんですけど、例えばほら今国立公園とかってお金取ってるじゃないですか、あれってやっぱり環境の整備ってただじゃないんだよ、でそれをちょっと展示させて、やっぱりこの那須塩原市のその医療体制とか、その PCR とか、そういったあの医療体制に理解のある人に来てもらいたい、観光客にも責任の一端になってほしいということで、責任というのを出してるんですね、で市民に対してはおそらく観光業以外の一般人からすると観光客ってやっぱりなんか感染リスクが上がる存在ですよ ね、 そうですね、外部から何か持ち込んでくるよ、だけど本市に市民に対しては本市に来る人は、こう市民にこう恩恵をもたらしてくれるんですよ、僕は黒字になれば、一義的にはこれ観光業の PCR 大好きですけど、黒字になれば今度は一般市民が PCR の、その受けられるようにする、そういう仕組みにしたいと思っているんで、一般市民に対しても本市に来る人たちは、市民の皆さんに医療の恩恵をもたらしてくれる存在なんだよってイメージを変えたいなと思ってるんですね、だから今今回入湯税上げてますけど、これはつなぎで、ちょっと近いうちにね、目的税、新しい新税作りたいと思ってるんです、なるほど、はい、まあ、今回いろいろとね、まあ、結構その新税作るのがすごい、すごい手間がかかるんですよね、そうなんですよ、自分買っちゃうんで、なのでまあ入湯税で一旦はこうやっておいて、はい、中長期的にはやっぱりこう今言った外部の方々が来て、はい、まあ、お金を落として経済が回り、はい、納税し、それが市民にもう一回還元されるような循環を作るということで狙いがある、やっぱり持続可能性をやっていかなきゃダメだと、そうですよね、はい、今回これ僕気になったのが、はい、今回こう大胆なこの政策を当たるにあって、はい、アドバイザーとか外部の方の医療関係者とか、はい、あるいはこうツーリズムの人とか、はい、そういう方と結構ヒアリングして決めたりとかしたんですか、最初思ったのが、ほら食料の安全認証の HACCP とかあるじゃないですか、はいはいはい、ギャップ認証とか HACCP とかね、でそのやっぱり HACCP とかそういったやっぱこう今ってやっぱり国際的にやっぱりこう工程の見える化、やっぱり見える化ってすごい大事じゃないですか、日本の場合逆にこうメイドインジャパンだから安心だみたいな、こうなんかこう日本の神話、なんかメイドインジャパン神話ってありましたけど、今世界の潮流ってやっぱ見える化がこうあるじゃないですか、でまず一つはやっぱコロナ禍においてはなんか見える化がすごい大事だなと思ったんですね、やっぱりこうやっぱり市民の人たちがなんかわけわかんないこうなんかパニックになってくる、はい、さっき言ったようにそのうようよりに違いはありませんとか見えないから、まず見える化をする必要があるのと、それから観光事業者の方々、まあ、観光のそういったまあ、アドバイザーとかは、やっぱりこう責任ある観光、要はそのレスポンシブルツーリズムとかはやっぱりどうですかって言ったんですね、でそこからなんとなくいくつか案を出していって、じゃあ見える化に何がいいかと、じゃあ PCR どうかって言ったら、まあ、PCR とかね、地元の医師会の会長にもよく相談して、はいはいはい、あ、これはやった方がいいという話だったんで、もともとは全然関係ないこうハサップだとか、そういったこう認証制度からヒントを得ましたね、でその後いろんな方に来ました、なるほど、まあ、じゃあ外部から何かを持ち込んできたというより、もう内部でその話をしている中で、そうですね、まあ、ハサップがヒントになり、はい、で地元の医師会の方々とのディスカッションをする中 で、 で、ね、この一つの形が出来上がっていっていうことですね、はいはい、まあ、もちろん外部の、ね、医療関係者ももちろん意見来ました、そうなんですよね、いや私もこの PCR の本当これかなり大胆な手法だなと思っていて、厳密に言えばね、例えばその本当の安全だったら4日に1遍とか3日に1遍とかないか、
ていうのも分かるし、はい、だから意味ないんじゃないかって、はい、あとは風評被害を、ね、はい、逆にこう見つけすぎちゃったらどうするんだとかいう懸念も分かる一方で、はい、私今回そので今東京では世田谷モデルって言って、はい、世田谷区の区長も、はい、まあ、独自政策で PCR 検査を大胆にっていうので、はい、まだエッセンシャルワーカーにっていうところなんですが、はいはい、僕そことの違いで今回渡辺美智太郎市長のやつは、まあ、ありだなと思ったのは、やっぱりこの明確な目的があって、はい、やっぱり観光とかその経済の持続可能性とか考えてらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱこのコロナってやっぱりそうは言ってもね、科学的にうんぬんだったって不安が不安だっていう声って絶対消せないわけなので、はいはい、そこを PCR である程度でも可視化をして、はい、でそれをこうなんでしょう、あ、じゃあこれ行ってもいいんだとか、はい、ここでお金使ってもいいんだって思わせるっていう狙いが明確なので、はい、これは一つありな手法なんじゃないかなと思っていて、はい、これすごく注目ですよね。だから、はい、いつからこれ実行されるんでしたっけ。いや、もう PCR やってます。PCR やってて、で12月から入湯料が上がるということですよね。今はもう PCR かなりされていただいて、うん、もう3桁ぐらい やっていただいてます。じゃあ、電子は後からこう出てくるって、12月からそうですね。そうで、実はまだちょっとこの時点ではまだ決まってないですが、近いうちに今度は今なんか宇都宮市の方の観光事業者の方がお客様に PCR を受けてもらうってツアーもやってるので、それともうコラボしたいと思ってるんですね。で、例えば那須塩原市に来る人に関しては、例えば3000円で PCR 受けられるよと、で、その観光事業者の方が言ったのが、送り出す側の責任って言葉があって、これ責任って僕も言ってるんで、なんかこうすごいなんかこうマッチングするなと思ったんで、まあ完全ではないけど、もしこれができたら、行く側も送る側も PCR である程度分かってるから、まあ、より安全であるでしょうと、例えば、まあ、インバウンドとかまだ先ですけど、こう台湾とかみたいに日本よりも感染対策ができている国から、例えばお客さん受け入れますという時に、これ普通だったら京都とか鎌倉とかになるじゃないですか、はいはい、でもそうじゃなくて那須塩原はもう PCR やってるから見えますよと、ある意味で、まあ、PCR って本当はこれ、ね、医療目的ですけど、まあ、社会陽性的な部分すごい大きかったんですか、社会的検査ですよね。そういう意味でやっぱり海外からの、まあ、こうお客様を受け入れる最初の一歩に逆にこう、普段ったらありえないですけど、塩原市どうですかって言いやすくなるんで、やっぱりそういうちょっと国際水準に合わせるっていうのも非常に大事だと思います、ね、いや、それね、本当そのとおりだと思っていて、はい、まあ、日本も、まあ、科学的な議論はいろいろあるんですけども、はい、実際海外ではやっぱ PCR が、まあ、陰性証明には使えないと言われながら、はい、使ってる国が非常に多いし、やることで安心と思う人ってやっぱ世界的にもたくさんいらっしゃると、はい、で観光ということにちゃんと絞って言えば、はい、それでこうやっぱり比較優位をアピールするっていうのは、はい、戦略としては正しいわけですよね。そうですね、まあ、多分医学的にはいろいろあるんでしょうけども、まあ、多分そのただそれは陰性証明じゃないっていうのはでもやっぱり僕この経済学的にというか、はい、お客さん呼び込むというところでは戦略的にこれ使っていくというのは、はい、まあ、ちょっとその狙いがね、そこまであるから、まあ、私はすごい賢いというか、一つなんかありというか、まあ、盲点もつかれたなというのは、ね、非常に思う。おかげさまで僕のツイッターも最近荒れてきたんで、はい、元北さんにいろいろ話がたまれたらと思ってます。いやいやいや、僕がまた絡むと僕のアンチがブワーってこういきますからね。ツイッターは修羅の国ですからね。修羅の国ですからね。あ、でももう本当にずっと市長がおっしゃってるように、政治的異なる意見の中から、やっぱりその一つでも上の最適化を見つけていくっていう作業なので、やっぱこの PCR 検査とかも0か100かじゃないですしね、やれるとこからやっていって、はい、いかに安心のところで人を呼んでお金を回していくかっていうところでは、はい、私はこの今回、まあ、今月 PCR 検査はまあ最近始まって、はいはい、多分3ヶ月4ヶ月と半年ぐらい経つと、ね、どんな効果が出てくると思います。出てくるんですよね。まあ、試行期間でもう9月ぐらいからやってますけど、その時は60人ぐらいでしたね、今はもう100何人になりますけど、で今までは逆によく言われたのが、旅館の方ももし陽性者が出たらどうするんだって、うん、なんか最近はそうじゃなくて、なんか例えばお隣の日光の鬼怒川とかでも、まあ、ちょっと鬼怒川さん一時期昔ちょっとクラスター出したことあるんで、なんかやっぱり彼らからすると、要はクラスターになる前にやっぱり PCR させてくれみたいな話になってるんで、やっぱり観光の流れとしても、うん、もし陽性者が出たらどうするのかじゃなくて、クラスターになる前に陽性をさすがに見つけたいという、そういう流れになってきてますから、ちょっと変わってきたなと思いますね。まあ、ポジティブだというか、ね、はい、影響がやっぱ周りも及んでいくっていう、はい、うね、まあ、やっぱ地方自治の面白いそこですよ ね、どこか先進事例をやるって、それ成功すると周りに派生していくっていうところなの で、はい、那須塩原これ全国最先端来たんじゃないですか、これもしかしたら。まだまだあれですけどね。はい、ということで今日ちょっとね、はい、松田道太郎市長にいろいろ伺ってきました。でも本当にこの大きなきっかけというか一石を投じてて、も私もね、こういうのがなければここに来ることももしかしたらもうちょっと、まあ、いずれ来ようと思ってたんですけどね。いや、でも本当面白い取り組みをというか挑戦的な取り組みをされてたので、ぜひお話聞きたいと思ってこう来させていただきました、はい、じゃあ最後すいません、渡辺市長からちょっとご覧の皆様に市長の PR 兼ねて一言お願いいたします。いやいや、いつも音喜多先生を応援いただいてありがとうございます。年は一つ違うんですけども、素晴らしい政治家だなと思います。やっぱり若い方
方非常に人気ありますし、やっぱりそのまあ音下先生もそうですし、まあ維新さんとかね、新しい党さんもすごいね頼もしい存在だなと思いますね。やっぱり今までね、あの言わなかったこととか、あまりこうなんかこれってどうなのって思うことにこうバン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 こう意見をつけて問題提起をしていくっていうスタイルは僕もあの結構考えてるんですけど、そういうなんかこう今までこう不安をなんかこうこれってどうなのっていうようなことに対して、なんかあんまり今まで言えなかったことに対してもなんかどん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 追求していただいてるっていう意味がすごく強いんで、やっぱりこれからのね、あの日本を担っていただける時代だと思ってますから、ぜひ皆さんこれからもあの音喜多さんよろしくお願いします。で、ラッシュからもねぜひあの来ていただいて、あの東京から新幹線で1時間10分で着きますから、で車だと2時間ぐらいですか。2時間ちょいと来ましたね、はい、あのぜひ来ていただいて、あのうちの特徴は温泉とご飯が美味しいんですよ。温泉とね、温泉だけがあるところとかね、ご飯だけがあるところありますけど、うん、うちは両方持ってますし、すぐ来れますので、ぜひ那須塩原もお越しください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまた西太郎市長の、ところにお邪魔しましたですよ。お邪魔しました。今度じゃあ私がお邪魔します。ぜひぜひ、あの参議院会館の古巣ですけどね、はい、遊びに来てください。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。また次回、さよなら。